Yeah, 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 yeah.

よろしくお願いします。お待たせいたしました。いや、寒いですよね。ちょっとびっくりですよ。寒くて。冬かと思ってますか <laughs> 思ってますかとは <laughs>。冬かと思ってました。そのぐらいちょっとびっくりな寒さで。朝寒かったし、夜も寒いですし、お昼はまあ、 お昼はまあ、はあ、朝は結構寒かったですねちょっとどんなもんかと思って外を出てみたのでございますけれどもあーああさてとでこれかはいということで お待たせいたたししまま日日曜日の雑談会とといいいうところでございますけれどもいかがお過ごしでしょうかということで今日も今日とて天気の話からお話をしていきますが寒いですね、本当に寒い。一気に寒さが出て,出てきたのでちょっと羽毛布団そろそろ出さなきゃなと思ってるんですけれども羽毛布団のあれまだ圧縮したのそのまんまなのでちょっと明日明日から解禁です。 今日は寒いぞと <laughs> 大丈夫かなってちょっと思ってるんですけども大丈夫かな今日は寒いぞ福岡はまだ半袖え本当に意外と暖かいのかなおこんばんはママ女子新人賞成績上ではトリプルエースが最有力です すごいじゃないですかすごいじゃないですかマジ楽しみ日本にそしたらいらっしゃるっていうことなんですか思う思ういや寒いですよ。で、え、も、ー、寒く。寒くなってきた。いやーということでね、今日も今日でね結構朝から割と 動いていたのでございましたのではいいやー <laughs> いやーということであと2か月で今年も終わるそうじゃん2か月で終わりますねあそういうこともう終わる 2ヶ月なんてあっという間ですよね。あ本当はフィフティフィフティが受賞なのですが、ゴタゴタしているので、あそっか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 、確かに、その話題性みたいなところとかで言うとね、フィフティフィフティさんたちがだいぶでしたけれども、確かに確かに。颯太君とケイ君のリアクション面白かったです、マジカ君。いやー、ありがとう。ねえ、ちょっとすみません、あの、過去に、 あの、そうたくんとしゅんてぃが一緒に踊ってるやつの内容と振り付けがもう全く一緒だったと。なんですけれども、ちょっと、まあ、あ K くんとそうたくんのコラボレーションがちょっともう嬉しすぎて。で、確かに、えっと、あの足のぐにゃんぐにゃんっていうスライドの部分とか、 あーこの手をパーンってやってったとのこの振り感だったりとか動画の中でも喋ってるんですよあれこれ見たことがあるぞみたいなふうに言っていていろいろあれこの振りもうちょっと見たことあるかなとかってすぐらいな感じでよぎるんですけどもまあそれ別になんか取り留めて言う必要もないなというかだしなんかもうその完全に K 君ソーた君のダンスを見るのが楽しすぎて。 すってなったんだけどもまいっかみたいな感じで <laughs> あれちょっと待ってくださいこの振り付けどっかで見たことはうーんっていうふうにあのなんかこう考えるなんか間もなくっていう感じでしたで概要欄の部分とか TikTok の概要欄とかで見るとっていうねお話もあったんですけども基本的に僕そういうあの概要欄とかを、まあ、見る時もあるんですがちょっとそうたくんと K くんっていうそのワードパワーワードすぎてもうなんかその ものを早く見たいっていう気持ちがあってその感じで見てしまったっていうのがあって、えー、しっかりと内容を読んでいなかったと。うというのとダンスの内容についてもあれシュンティーとソウタくんのダンスはいつぐらい前なんだろうちょっとどのぐらい前か分かんないんですけどもだしまあそのシュンティーとソウタくんのダンス見てお話ししてからちょっと間が空いてその間にもいろんなダンス見てるっていうふうになるとちょっとパッて見て すぐにねそれが出てこなかったんですよっていうのもありありっていうところでちょっとあのー、すいません本当にすごい <laughs> すごい新鮮なリアクションになってしまったっていうところでございますが実は、えー、2回目でしたというところでございます <laughs> はいということであもうコートの方が多いですか テグはもうコート着ておりますあ韓国は絶対寒いですよね。確かし。はい、というところでございますね。はい、と、何かあったっけ他に、なんか最初に出してた動画のお話で何かあったっけかなだ、あと、あれだ、ウエストさんたちですね。ジャニーズ WEST さんがお名前が変わって、ウエストさん。 にお名前が変更されたと、いいううことででよろしいのでしのょうか、えー、今日ね、動画出させていただいたんですけれども、ちょっとメンバーの方たちのお名前とかが分からずでございまして、ただ、あのリアクションお願いしますというリクエストが結構な数来ているというところもあって、今回出させていただいたのですが、もし、いや、こいつ、誰のことも知らないのにっていうふうに思われてしまうと、ちょっともうその通りでございまして、ちょっとそこについては、申し訳ない。ちょっと わからないんです。すいません。<laughs> っていう中で動画を出してし、出しております。あらかじめご了承いただければと思います。ご了承かどうかわからないですけども。はい。という中で動画を出しています。ちょっと、もしかしたら、ちょっとどういうことって思う方がいらっしゃるかもしれないんですけどすいませんが。すいません。あらかじめ謝っておきます。ごめんなさい。<laughs> はい。というところでございますかね。さあ、あそれではですね。 いろいろとお話、結構ね、いろんなお話来てるんですけれども、皆さんの方が詳しいのかもしれないなと思うようなお話とかもありあり,ありな感じなので、えっ、ー、と、まあ、その、ちょっとねな、なんだっけ、東海オンエアさんたちが、まあ今、その、ツイッター X で、えっ、ー、と、結構ね、僕のタイムラインにも出てくるんですけど、ちょっと最初にですね、ちょっとお話ししておくと、 見たことないんですよ東海オンエアーさんたちをあんまりごめんなさいなのでないのでまああのもしねご存知の方がいらっしゃったら状況だったりとかまあお話ししていただいてまあそれを聞きながらあそういうことがあったんですねぐらいの感じにちょっとなってしまうというかそのね YouTube やってる 人じゃないですかだからその面でのでちょっと聞きたいこととかがもしかしたらあったのかもしれないんですけれどもあえてねそれをツイッターで出すのもちょっとなと思ったんではいちょっとここでさ先にサクッと言っておきますあの僕見たことなくて分かんないんですよ東海さん東海オンエアさんうんすいませんあんちょっとえ、ね、分かんないんですよ誰も分かんなくてで どなたがどんなことをされてるのかっていうのもちょっと分からないのでうーん本当にすみません本当にあの何の参考にもならないですねこの,この感じだとね <laughs> うーんなななまツイッターでねいろいろこう怒ってるんだろうなというふうに思いましてまあそこに対してね、はい、思,う思うこととしては何でしょうね まあ見てる感じ、まあどこからどこまでがこう本当で、どこからどこまでが本当ではないのかとか、まあね、あの一時期はやら,やらせというかね、そういうネタなのではないかとかっていうお話とかもあったりして、あそういうことを展開していく、まあ、企画をね、YouTuber さんたちがやってらっしゃるのかななんていうふうに思ったんですけども、まあそうでもないらしいということで、まあ非常にその気持ちの面を Twitter で、えー Twitter? X で書いていいてらっしゃるというとうころの話でその点については、まあ、気持ちはお察しする部分勝手に寄り添っちゃって何なん,なんですけどもまあまあまあ気持ちはからなくもないというかそういう気分になる時もあるよねっていうのはなんかわかるというかまあ言うて何でしょうね YouTuber さんたちって。 まあ僕も含めてですけども素人なんですよねそうなんですよ。そういう別にインフルエンサーとかねいろんな言葉ありますけれども一般人なんですよね、うん、だからプロの世界で、えー、顔を出して何でしょうその表舞台表舞台っていうかそういう芸能界で。 活動されてる方達っている方っうのはやっぱりその基本的にはスポンサーさんがいらっしゃったりとかお取引企業さんがいらっしゃったりとかあ事務所に所属されているっていう中で、まあ、その身の振り方だったりとかをしっかりとこうなんでしょうね教育を受けるじゃないですけれどもかなりこうしっかり上からあーご指示があると周りのね芸能界にこう、まあ、事務所さんに入ってる方たちのお話とかも聞くとやっぱりそこの辺りって本当にこう徹底されていて でまあ、そういう道を自ら選んで事務所に入って、まあ、スカウトもありますけどもの中でやっぱりこう活動していき、まあ、先輩の芸能人の方もいらっしゃってアーティストの方だったりとか俳優さん女優さんもいらっしゃってっていう中でのこう活動になっていくとんでしょうねこう自然と自分を取り巻く環境というものがかなりこう可視化されてきてそこに上下関係もあってっていうところで、えー、身の振り方というものが自分の の巣の見の振り方が自分だけのものではなくそこに多くの人たちが絡んでくる、うん、関わってくるということで、えー、関係者各位、えー、皆様、えー、大変申し訳ございませんでしたみたいな、えー、たまにお話がありますけれどもそういうのとはやっぱりちょっと違うんですよね YouTuber さんたちってあくまでも個人の活動になるのでまあなんかそ,そこは僕もすごく感じる部分なんですよ。あ っててやっぱ個人で動いてるんだよなとただその数字がどんどんねこう伸びてきたりとかあ,あとはこうチャンネル登録者数っていうね数字が増えていくことで自分の中でも意外とこう気が付けない部分が結構あるというか数字はどんどん伸びていくんですがその中身だったりとか意識っていうものがその数字にこう伴った。 あ成長をちゃんとできているかと言われるとちょっと怪しい部分があるんですそれもあの僕も含めてなんですけれども僕の実体験の話にはなりますがあ非常になんでしょうね、えー、意識というか実体実,な実感が。 湧きにくいいももののでもあるのかなっていうそのテレビに出てとか CM に出てとかではなくあくまでも自分の YouTube チャンネルで動画を投稿していくっていうそのプロセスは変わらないんですよただチャンネル登録者さんが増えて,くだ増えてきてくださってるとかあー動画を見てくださった方たちがコメントをしてくださるっていう。その元々のとスタートで言うと なんだろうな自分の好きなものを発信していくでそこに見て楽しんでくださる方たちがついてきてくださるっていう構図ではあるんですがそことなんかそのいわゆる 芸能事務所に所属されているようないわゆるそのプロの芸能人の方たちとはちょっとその取り巻く環境が違うというかあくまでも自分たちのミニマムな世界において発信していったものが大きく展開されていくっていうのが実は YouTube の仕組みなのかなというふうに思っているところもあってなのでまあ今回の,の YouTuber さんたちに限らずですけれども やっぱりその発信していく情報を発信していくということにおいて結構その当事者の目線だったりとか当事者の,そのお気持ちの部分で投稿してしまうことがたびたびあるんですよねこれは僕もそうなんですよ。 でまあ、この前のねちょっとお話とかでも、まあ、ちょっと前ツイッター、Twitter、でもちょっと僕もそういうことがあったりとか、まあ、年に1回ぐらい僕もそういうことあるんですけれどもやっぱり自分の感情だったりとか気持ちっていうものがパーンと前に出た時にそれを「いやちょっと待って」とか「一回こうチェックするね」っていうフィルターがかかんない環境の人が多いんじゃないかなっていうふうには、えー、思うんですよね。なので、まあ、ちょっととそういういことも 起きちゃうよねみたいなのはあるんじゃないかなというふうに個人的にはうーん感じている部分ではあります。でそうね事務所に入った YouTuber さんと個人 YouTuber さんでもまた違ってくるっていうところもまあそうですけれども、まあ、その YouTuber 事務所さんっていうのはまああくまでも YouTuber さんたちがこう主体になっているっていう芸能事務所さんとはまたちょっと関係が違うのかなっていうふうに思ったりとか。 最終的にはやっぱ数字を大きく持ってる YouTuber さんたちがこうメインになってくるっていうところでもあると思うのでうーんなかなかね難しいですよねって思いました <laughs> それぐらいです <laughs> 言えることは <laughs>、はい、なのでまあこれからもね世の中でそういう YouTuber さんとかもちろんあのしっかりやってらっしゃる YouTuber さんもたくさんいますけれどもそういうふうなまあちょっとねリスクのあるようなことが起こる可能性っていうのはもともと えー、含んでる業界であるというのは一つ感じてる部分でもございますので、うん、なので僕はどちらかというと YouTuber としてわかんない世の中の YouTuber さんがどうかわからないですがそういうなんです YouTuber さんが世の中で何かこう、えー、話題になるじゃないですかいい話題もあればちょっとそういうなんですようんねちょっとねあのお騒がせな話が出た時には おそらく自分の身の振り方について改めて考えるみたいな YouTuber さんも多いんじゃないかなというふうに自分は気をつけようそうならないようにしなければなっていうふうに感じてる YouTuber さんも多いんじゃないかなというふうには思います僕はなんかちょっとそういう雰囲気ありますね改めてなんかこう他人事ではなく うん、見たことはないですけどもそのどういう方だったのか知らないですがあそういうことが SNS 上で起こってしまうっていうのは自分の、まあ、チャンネルも含めてですけども SNS の、まあ、運用の仕方としては気をつけようというふうに思ったというぐらい <laughs> です。と、はい、いうところですかね。えー はい、でお次が峯岸みなみさんのご主人率いるああっていうね、はい、ちょっとすいませんあんまり詳しくそう質問は頂い,いてるんですけどもお新さんは全然詳しくないのでこのぐらいのお話しかできませんっていうところが最初にサクッと入ったというところでございますでお次のお話でこれも結構ご質問いただいててまあ動画にして作ってお話しするほどではないかなっていうところの 日部女子のお話ですね、昨日、おととい、おととい、日かな、おととい、えっ、ー、と、違うわ、えっ、ー、と、おととい、金曜日、木曜日の夜か。 にまあ、ニュースでネットニュースでねちょっと出たところで「フライデー」さんで特集がみたいな風にはなりましたけれども、えっと、日部女子に参加されている練習生の方の、まあ、そういうニュースが出たというところで、まあ、お相手の方のお名前だったりとかも出てきた中で、まあ、そこについてどう思いますかっていうところのご質問で、まあ、うんと思う思うことは特になくて。 <laughs> すみません特になくてあそういうことがあったんだなっていうのとまあオーディション番組の、まあ、まさに今3話がちょうどね放送されるタイミングでもあったというところでえーうん、なんだろうなそのまあそういうことが表に出てしまう人もいるよねっていうまあ、ね、大体こういうオーディション番組やってる時100名近くの方がいらっしゃって。 でまあお一人ぐらいそういう私がねたまにこう出るっていうのはまあまあまあよくあるというか、まあ、あるっちゃあるよなというふうに思いますが、まあ、その出来事のまあ内容云々というよりかはそういうことがあった後にその人たちがまあどういうまあ道を辿っていくのかだったりとかっていうのはまさにそのパフォーマンスだったりとか、まあ、オーディション番組を通じて視聴者の方たちが最終的に判断される。 まあそのまあそういう事実も踏まえた上で別にそれをなかったことにするというわけではないですけれどもそういう事実を踏まえた上で、まあ、最終的にはそこがこう投票に影響してきてその人のまあんでしょうキャ,キャリアってことでもないですけど結果っていうところに影響が出るというまあその原因と結果の、まあ、シンプルなお話なのかなというふうには 思いましたかそ、ね、の、うんまあ、辞退するしないっていうのもね辞退するべきだと思いますかっていうお話についても辞退するべきかどうかっていう考え方も多分あると思うんですが僕はそこは最終的にはご本人様の多分何でしょうねこう意向があ一番なんじゃないかなというふうには思うというか。 運営さんがそこをねこうまだ、あ、ちょっともう辞退してくださいっていうのかどうかもわからないですしでそこを辞退を運営さんが例えば促しましたってなったらまあそれはそういう理由、まあまあ、運営さんの意向に沿ってないので、えー、辞退していただいたんだなというふうに受け止めるというかあくまでもそ,のそこに起こる出来事に対して、えー、とそうなんだなって思いながら進んでいくっていう。 僕がどうしたいとか僕はどうするべきだっていうのはあんまりなくてですねそうなんですよ <laughs> こいつ全然何も言わねえじゃんみたいに思われちゃうかもしれないんだけどもその、ね、あんまりんでしょうそういうことがあったよねっていう、まあ、事実あるよねという事実の中でじゃあどういうふうに何でしょう一人の意見というわけではなくみんながそこに対して、まあ、どう思ったから、えー、どうしていくのかっていう、まあ、オーディション番組 というのは投票するっていうまあ意思の表明の仕方があるっていうのが一つポイントなのかなというふうに思う部分でもあるのでこれがまた投票とかではなかったらお話の何でしょうまあ内容っていうのは少し変わってくるのかなとかっていうふうに思うんですけれどもまあ最終的には皆さんのその1票がそのアーティストの練習生の方たちの 今後を決めていくわけじゃないですか決定権はあくまでも視聴者さんたちにあるので、えー、その意見意思っていうものは投票でちゃんと反映されていくものだと思うのでいろいろ言いたいことだとか気持ちもいろいろあるとは思うんですけれどもその気持ち自体は別に否定はしないんですけども最終的には投票で全てが結果に出るのではないかなというふうに思っているところでございますはいどうなんでしょうと僕は思ってるだけですはい ただ、皆さん的にはどう思ってるのっていうところもね、うん、しかも、まあこれは何でしょう、あのー、まあ、今回は日プ女子じゃないですか、ガールズグループさんができますよっていうところに対して、まあその、そ、まあね、こういう言い方が合ってるかどうかわかんないですけど、まあ、その私も年齢的にも30でございまして。で みんなな若いい子たち頑張ってるなっててるうところなのでまあその応募されたところも踏まえてですけれども皆さんやっぱりその憧れだったりとか夢があって応募されてるんだろうなというふうに思うのでその、まあ、いろんな環境皆さん違いはあるとは思いますが一つの夢に向かってリープハイしてもらいたいなという全力であのその、まあ、デビューできるできないあるとは思いますけれども悔いのないように頑張っていただきたいなという気持ち。 で見ているところでございます。うん。はい。じゃあ有識者が試されるってことですよね。まさにそういうことなんじゃないかなというふうに思います。うん。あのー、見てる人たちが最終的には決める。うん。だからそういうね熱愛があった人っていうのはやっぱりちょっとオーディション番組にはふさわしくないよねっていう人が多ければそれが表に現れるし。 まあそういうのを加味した上ででも応援したいですっていう人がいればそれがそのままこう投票に関わってくるっていうところだと思いますので、はい、皆さんがその意思を投票でっていうふうには思いますねうん韓国だったらよりやばいまあ確か、まあ、国,国というか,か考え方というかまあそれはあるかもしれないですね日本とと韓国だとだいぶ仕様が 違いますもんねオーディション番組の時のその熱量みたいなところだったりとかはうん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 あ第5話で国府の皆様の判断がわかるので、えー、それでいいのではうーんそっか第5話でそうか次の第4話が終わってパフォーマンス全部終わって投票結果で第5話で、えー、半分ですもん半分ですもんねそうですよねはいはい シーズン1でもいろいろ報道ありましたが、そのまま進んでましたし、そのままだと思いますけど、うん。そのままなのは確かにちょっとありますよね。うんうんうん。どちらにせよ、結果に現れますと。そう思います。僕も。なので、どちらにせよ、結果かなと。うーん。b ファの両ょくんも合宿中にデートしてたけど、ね、ああなんかね、そういうお話もあったみたいでございますけれども、まあでも最終的には、 え今、涼く君はそのデビューを、ね、勝ち取って、そしてビーファーストのすごく大きな大きなエンジンのような、ねえー、エンジンというのは、ブンっていう馬力の部分を担っている方でもございますしね、まあ、ちょっとアイドルとはまた仕組みが違うからというのはあるかもしれないですね、そのあたりはね、うん。とは思いましたけれども、あ妹ちゃんがかわいそうという、うなるほど、なるほど、そうか、そういうところも関わってきちゃうのか。 ちゃんっていう風になると、まあ、その印象がそのまんま妹ちゃんにも影響が出るのではないかっていうところのお話ですかね。それは確かにちょっとまあでもそれもまた運命ですかね。それもまた運命。なんか格言みたいになってしまってますけれども。かなというふうには思いますが。うん 暴露赤によると今日メンバー集まったらしいですよ。どういうことどどどういうことだ暴露赤によると今日メンバー集まってたらしい集まったらしいですよ。あ今回のお話を含めてメンバーっていうのはそのプデュの子たちうーんなるほど。 なるほど。ということ暴露墓っていうのがあるんや。収録なのか収録ではなく、すごいですね、でもね、こういう内部の情報とかもやっぱり出てくるんですね。ついついそば耳を立ててしまう、気になってしまって。 一体どんな会話がなされたんだろうかと気になってしまいますが運営から全体に釘を刺されたのではないかあああ彼氏がたまたま有名人だからしんどいねあのー、ねバスケットボールのすごいね選手だという話ではございましたけれども確かにねーうーん 妹なら知ってたよねという少しかわいそうな気もします。あ、まあ、そういう目で見られてしまうのか。なるほどね。難しいですね。この辺りはね。まあ、やはりその、疑似連、恋愛連外というわけではないですけども、そういう体験を、体験と言いますかね、そういうシステムというか、そういうニュアンスが一つ。 まあアイドルというご職業のポイントにもなってくるわけでございますからね。うん、ファンの方たちの気持ちをみたいなところなのかね。難しいですね、こういうのはね。もちろんね、自由なそういうこういう関係といいますか、あっていいとは思いますが、でも、お仕事のね、職種としてはねっていうところなんですかね。 と、はい、ということで、まあ、個人的には結果が全てかなというふうにちょっと見ているところもあるのでそんなにうんかなというふうに思いますまあいろいろねその伝え方だったりとかあ表明の仕方言い方みたいなものももしかしたらあるかもしれないですけど詳しい部分全部知ってるわけじゃないちょっとあれなんですけれども個人的には皆さんが最終的には投票で決められるのではないかなと。 いうところでございますあそうだルイチーちゃんのお話もね結構いただいているのでちょっとルイチーちゃんのお話についてもねお話ししていこうかなというふうに思いますけれどもです <laughs> 結構サクッと進んでいきますね今回ねそうなんですよ熱愛の件もそうですし、まあ、YouTuber さんの件もそうなんですけどもあんまりなんか質問はいただくんですがちょっとそんなに、えー、詳しくないって <laughs> 詳しくないっていうのとまあそんなんか大丈夫だよっていうふうに思ってるところですあでまあそのねえっ、ー、と双子ちゃんのまあえっ、ー、とお姉さんにあたるのかなお姉さんの今回のお話だとは思いますけど僕パフォーマンスとか見てて素晴らしい方だなというふうに思ったのでその何でしょうね応援する気,気持ちっていうところはしっかりまあ皆さんですね出演されてる皆さんに応援する応援してますという気持ちを持って。 えー、番組を見てていいいいきたいなととう,うに思っているところでございますで僕はまあそういう人です。はい。けんちゃなよ。けんちゃなよというか。はい。というところでございます。で、皆さん気になるルイチーちゃんの、ま、裏話。動画は、えっ、ー、と、今、編集を一応仮の段階で終えて、うんと、中国のスタッフさん。 ですね、ルイチーちゃんサイドに今投げて確認をしていただいているところなのでその内容が OK であれば動画が公開されるというところでございます明日以降の週で明日の週で動画が公開されるのでお楽しみにしていただければなと思いますよろしくお願いします OK が出た段階であとは修正とかもちょっと,と多分入ると思いますのでそういったもろもろの修正が終わった 段階で動画が出ます大体30分ちょいぐらいの動画になってます。お時間の関係とかもあって、もっともっとね、たくさん話したいなっていう部分もあったんですけれども、まあ、本当に忙しい中あ、今回インタビューのね、機会を設けていただいたというところで、改めて感謝でございます。もうね、ルイチーちゃん、すごいですね。あのー、なんて言うんでしょう。 ガルプラ見てた方はルイチーちゃんのそのオーラというか覇気みたいなものにまあ注目されてた方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども実物でやっぱりお会いするともうとんでもない輝きなんですよねなんかなんだろうな目力だったりとかそのアーティストさんとしてのオーラ自信みたいなものがすごいこう綺麗に輝いてパーって 出ていていで実際にお話ししてみるとすんごく真面目な方でしたもう「あはいよろしくお願いします」っていうなんか礼儀正しさみたいなものがずば抜けててちょっとびっくりしたんですよ最初一番最初はすごくちょっと緊張もされていたのかなというふうには思うんですけどもまあその初対面っていうところもあったので若干の緊張感は伝わってきましたただなんかこうご挨拶して,よしして,てと「よろしくお願いします」って言って「ちょっと通訳さんともよろしくお願いします」みたいな。 で今日は本当にあのインタビューでございますけれども気楽に話していきながら楽しい、えー、インタビューの会にできたらなっていうふうに思ってますのでよろしくお願いしますみたいな感じでお話ししたらあよかったですありがとうございますみたいな。で、えっと、ルイチーちゃんの動画、えっと、ガルプラの時に僕も出したことがあったんですけどもその動画も実は見ていただいていたそうであのその時は動画で取り上げていただきありがとうございますっていうあのコメントというかあの お言葉いいいいたたたただだきまして、ええー、見ていただいたんですか、みたいな、えー、ありがとうございますっていうちょっとそういうやり取りもありました僕の動画をその見てくださったっていうのも一個あってまあまあど,どうなんだ当時見てくださったのかなかまあインタビューがあるからっていうので見てくださったのかな分かんないどっちなんだろう分かんないけどまあ見てくださったっていうところを があったので個人的にもすごく嬉しかったですしまあルイチーちゃん的にも動画で一回見たことある人だっていうところでまあちょっとこう話していくうちに結構こう早い段階で打ち解けられたかなっていうふうに思ったところでございますはいそうですよヒカルちゃんとルイチーちゃんのねケミストリーがありましたからね本当にねそうなんですよ本当に本当にだからちょっとそういう意味でも嬉しかったです はい、あひヒカルちゃんとヒかるちゃんのお話も聞こうかなとかって思ったんですけれどもまあでもあんまりねこう深く深く掘っていくのもちょっとあれかなというふうに思ったので,であとはそんなにその具体的な人のお名前とかをちょっとこう出しちゃうと、えー、各事務所さんのねこう関係もあるのかなというふうに思ったのであんまりこう深く深くそこについて触れていくっていうことは。 ちょっとあの今ね、ルイチーちゃんルイチーちゃんでこう、事務所に入っていらっしゃってっていうところにもなるので、まあ、そういう事務所さんごとの関係性だったりとか、そのあたりもちょっとこう、気をつけながらというか、気を配りながらインタビューをしていくっていう感じでした、はい内容的にはね。なので、ひかるちゃんのお話を聞けたかっていうと、そういうわけではないんですけれども、ただちょっとこうね、間接的に、うん、そういう過去があったよなって思いながらお話をしていたと。 いうところでございますあーマリンさんありがとうございますスーパーチャツ800円ありがとうございますなと食べさせていただきますありがとうございますありがとうございますええー、今回はルイチとのコラボ本当にありがとうございました私はアーミーになったことをきっかけに新たさんの動画をずっと見ていたのでえ私のおたかつに欠かせない新たさんのチャンネルに大好きなルイチが登場するなんて夢みたいでしたありがとうございます そうなんですね。結構、あのー、周りの友達とかでも、インスタグラムに上げたときに、もう、ルイチーペンです、みたいな。もう、ルイチーちゃんのことずっと追ってたんだよね、とか、ルイチーちゃんもう、推しだったんだよね、っていう人から連絡来て、マジでみたいな。 あるとマジみたいな風になってたんですよ。だから、ルイチーちゃんのファンの方たち、結構その熱狂的なファンの方たち、ルイチーちゃんやっぱり多くて、でその方たちから、あの、たくさんね、コメントだったりとか、DM をいただいたというところでございます。マリさん、ありがとうございます。 嬉しいですね。そうなんですよ。だから、ルイチーちゃんのことが好きっていうファンの方と、あとは他のアーティストの方だったりとかを YouTube で、僕の YouTube チャンネルでこう見てくださってる方、チャンネル登録してくださってる方たちからすると、まさかその2人がっていう、確かに何の予告もなくね、いきなり動画を出したっていうところもありますので。 その辺りはちょっとねびっくりされた方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもそういうなんかなんでしょうこううれしさというか喜びサプライズっていうものをお届けできたっていうのはすごい嬉しいなっていうふうに思っているところでございますルイチーちゃんの方で撮ったあトラップですねの楽曲で一緒に踊ってる TikTok のコラボダンスもルイチーちゃん側から出ます、はい、と予告にはなりますけどもルイチーちゃん リープハイをっててくれてます <laughs> ルイチーちゃんがね、今回の日暮女子のリープハイを踊ってくれてるのもあるので、そちらもお楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、ルイチーちゃん、動画見ていただくのが早いかなというふうに思いますけれども、非常になんかこう楽しく、そしてルイチーちゃんが最近覚えた日本語の話はなんていうところの、 結構ね、面白い、あのー、ネタも引き出せてるので、その辺りも楽しみにしていただければなと思いますかね。はい。私は新さんの恋愛の方が気になる。ねえ、うん恋愛をしてるとね、こういうところももう少しこう、綺麗になっていくんじゃないでしょうか、というところでございます。あ、別にこれそういうわけじゃないんだけど、別に今の発言に対してい指を立ててるわけじゃないですか,か。可愛いですよね。今日のパーカーですね。 です終わったな <laughs> おあ TXT ちゃんたちのダンスのお話そうでなんかお話 TXT ちゃんたちのその楽曲まあ今なんだろうなめちゃくちゃ伸びてるグループさん すっごい多いかと言われるとどうなんだろうえっ、ー、と TXT さんたちの楽曲が出てえっ、ー、と Chase that feeling 出たじゃないですかでその楽曲の成績っていうんですか僕成績をあんまりたくさんこう追ってる人ではないのでちょっとわからないんですけれども まあその内容自体はめちゃくちゃこう伸びているわけではないというお話だそうでございまして、なるほどとは思いつつ、ダンスの内容については結構僕は好きというか、なので、作品の良し悪しとまあ数字が 必ずしもこう直結するかっていうのはまた難しいのかなってちょっと思ったんですけどどうなんだろうかどうなんだろうかあっお風呂15分ぐらいにしようかなとちょっと今思ってますはい最近ちょっとあのー、冷めるのが早いのでちょっとなるべくギリギリまで待とうかなというふうに思いますけども 新田さんに矢吹奈子ちゃんか、本田瞳ちゃんと対談してほしい。あー。確かに、確かにというか。うーん。うんんとか言って。まあ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 。なんかね、もちろん、機会があらばではないですけど。この前、岡本図の、あの、レイジ岡本さんと、 チラッとお会いしました,たまたまあの街、ー、で街でお見かけしてというか街でお見かけしてでえっ、ー、ともしかして新田さんいましたっていうところから「そうです」って言って Twitter で DM 送って「えちょっと今ご挨拶行っていいですかね近くいるんで」って言ってお会いしてご挨拶してきたっていうところはありましたねそういえば。 ゆめきさん、既婚者じゃなかった <laughs> だよね <laughs> だよね, <laughs> だよねゆめきくんまだよねま,まだよねっていうかそうよね、うん、よ,よかったっていうのはちょっとあってるか分かんないけど、はい、そう結婚の話とか出てなかったからうん、うん、えっと音盤は自己最高はいえいいじゃないですか音源が前回の半分くらいらしいですねあーなるほど うん前作と比べての伸び悩んでいるらしいっていうのは再生回数の部分なのかなまあでも再生回数は自然とゆったりしてくるんじゃないかなとは思うんですけどねどのグループさんもやはりうんでも待って9日前でも千5819万回ですよこれでもそんなに伸びは長くないのか 基準が高いいんじゃないシンプルにそもそもブルーアワーとかは2年前で1.8億回ですけれどもすごいですね結構な人気グループさんだと思うんだけどなうーんねえなんか その音,音源と音盤の差みたいなものとかちょっとわかんないんだよね <laughs> 作品として見た時にはいいなかっこいいなっていうふうにはすごい思いますけどダンスとかも今回やばかったですからね。TXC ちちゃんたちのダンス見ていてい もうんか本当にすごいものを見ているんだなっていうのを改めて感じるというか選ばれしその5人たちなんだなっていうところもすごく強く感じますしクオリティ高いよなーっていつもびっくりしてますね。こここの世界観5人でんんなに見せられるんだっていうところとろ なんでしょうね皆さんのやっぱりフィジカルが本当に大きい方たちじゃないですかでその大きさがやぼったくないんですよね本当に皆さんめちゃくちゃスマートにうーん踊っていらっしゃるというか普通,普通っていう言い方は難しいんですけれどもやっぱり手足が長いとか身長の高い方たちのそのダンスのスピード感っていうものは 必ずしもなんかこう当たり前のようにビュン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 動けるかっていうとそうでもないというかそういう人たちだけでもないというか、うん、っていうのは聞くんですよよく何でしょうねこう、うん、もちろん全てがそうではないのですが身長が例えば少し小さい人の方がダンス踊ってる時に踊りやすいっていうお話だったりとか。 例えばブレイクダンスとかだと結構身長の低い方だったりとかが多いんですよねダイナミックにアクロバティックな動きをしていくっていう中では結構そのサイズ感が大きい人よりも少しこうえと大きい人に比べると小さい人の方があ結構すごい技だったりとかブン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 手足こう回したりとかができやすいっていうねお話とかも。 聞いたりすするんですよね一概にっていうわけではないんですけども。で TXT ちゃんたちの平均年収じゃなくて平均のその身長が1 8 0っと皆さん自動販売機の高さっていうお話ですよね有名なお話ですけどもでその方たちがあそこまでブンブンに踊っていってえー、と TXT ちゃんたちだけのダンスを見ているとおその身長の 高さみたいなものをなんかいい意味で感じないじゃないですかもちろん皆さんが大きいからっていうのもそうなんですけれどもダンスの内容、踊り方とかがその大きい人たちが、えー、とちょっとこう壁に当たる部分を全く感じさせてないっていうのもあると思うんですよね手足の長い方たちで大きい方たちだからこそちょっと 難しかったりとか逆に悪目立ちしてしまうみたいな部分が一切ないんですよね TXT ちゃんたちってそれが本当にすごいなと思ってますうん何て言うんでしょうねもちろん皆さんの身長が揃ってるからってのもあるかもしれないですけども同時にでもやっぱりそこまでダイナミックな体の使い方と筋繊維の使い方ができるっていうのはかなりやっぱりフィジカルが強くないとできないというか ダンスのセンスも含めてですけれども本当に高いものをずっと高いレベルのものを出し続けていらっしゃるんだなっていうのを感じる部分なんですよねそうなんですようんと思いましたなので本当にすごいですうんえっ、ー、と ファンの移り変わりが激しい。韓国、本国の厳しいところ。あー活動がアメリカ寄りになってきて、本国モアさんが離れてしまったのではと聞いています。ああ、なるほど。本国の方たちの動向っていうところなんですかね。ああ、はははははなるほど。海外ペンも流動性ある。でも今な、グループさんが多いので、YouTube 見てても思うんですけれども、 多分どのグループさんにも言えることなんじゃないかなというふうに思うんですが再生回数が分散しつつあるかなというふうには感じますであとは量が多いじゃないですかコンテンツの量が多くて見れないくなってきてるグループさんも多分いらっしゃるで雑食ペンと呼ばれる方たちまあその自分たちの推しのチームさんを見るっていうのはもちろんそうなんですけれども 雑食の方たちの中でより何でしょうね一個一個の動画を見るっていうところに対するそのリソースの先き方が結構シビアになってきているので選んでる気がしますやっぱり何を見るかっていうものを選ばざるを得ないぐらいのコンテンツの量なのでもうちょっと前だったらまあ雑食ペンの方たちは あるる程度こう網羅してた気がすすんですよ自分の推しのチームを見るのもそうなんですけども他のグループさんを見る余力があった気がするんですが最近その余力が結構なくなってきているような気がしていて余力というかもうチームさんが圧倒的に増えてるじゃないですか。ってなってくると結構こう。 で音楽のクオリティ、ダンスのクオリティもすごい高いですし、新しいグループさんもどんどん出てきてるっていう中で、新しいグループさんが出てくると、ちょっとその、何でしょう、新時代感があって、そういう新しいグループさんをチェックするっていうところが、一つの、まあ、トレンドを追う作業になるわけですよね。でそのトレンドを追う作業と 自分の推しのチームを見るっていう作業と既存の既にもうデビューしている同じ代の方たちの有名なグループさんたちを見るっていうところにおいて優先順位が結構そのトレンドを追うで推しも追うからの、えー、と既存のグループさんたちも追うっていうふうに。 なってきてるんじゃないかなという風に思っていてで前もちょっと話したイッチさんたちだったりとかあの辺りの世代のグループさんたちっていうのはどちらかというとまあ第4世代とか第第,第3.5とか 4, 4世代 の方たちじゃないですかその方たちってもう割とこう業界にしっかり根付いてる方たちでもありますしまあどういうコンセプトのグループさんなのかっていうものは新しい作品を見なくてももうある程度分かっているっていうまあ気持ちなんですよね。ってなった時にまあ分かってるグループさんの見るよりかまずその推しを見るっていうのと新しくその出てくるグループさん 新しい新人グループさんの中でもとりわけそのオーディション番組の歌い出し方がちょっとこう有名というかちょっとビッグな名前が出てきたりとかどこどこの事務所さんがやるオーディション番組ですとかあとはその日部女子ですっていうでっかいそのドンドンドンっていう風に今の業界のトレンドを楽しむっていう,う。 その1個の時間の咲き方と自分の推しを押すっていう咲き方に対してのこの割合っていうものがやっぱりどんどん少なくなってるんですよね。ってちょっと思っていてどうでしょうごめんなさい喋りすぎちゃってるかしらっていうのがちょっと僕の中で感じてる部分なんですよ僕も結構 YouTube やっててもう5年目ぐらいになるのかなそろそろ4年目とかかな 明らかに動画の本数、動画の本数っていうか、その YouTube 上に、えー、と上がってる動画の本数が多いんですよ。びっくりするぐらい多くて。で、日本のグループさんもどんどん出てきていて、で、k p o p のアーティストの方もどんどん出てきていて、で、BTS さん、ブラックピンクさんたちの、いわゆるその k p o p といえば、 大きい二大巨頭ボーイズグループさんガールズグループさんってドンドンってあったじゃないですか t w i c さんっていうでその辺りの方たちの活動っていうものが今少し緩やかになっているっていう状況の中で結構みんなが絶対に見るっていうドンっていう象徴的な業界を象徴するようなグループさんのムーブメントっていうものが今ちょっとこう緩やかなんですよね。ってなると 業界の流れ全体としての大きいムーブメントみたいなものが起きてるかっていうと意外と今そこが緩やかなんですよねどちらかというとその下の台の方たちの中堅どころの方たちのこのムーブメントがあるんですがやっぱりちょっと23年前の BTS さんたちだったりとかブラックピンクさんたちのあの渦の大きさに比べるとインパクトはどうしてもやっぱり。 比較するとですけれども、少し穏やかになるので、そうなってくると、全体で見た時のこの渦っていうものは、どうしても小さくなる。そうすると少し距離感が出るんですよね、境界と。BTS さんたちが新曲出しますってなると、もう、なんでしょうね。気になって見ちゃうじゃないですか。え ?BTS が曲を出したのみたいな。BTS 好き,好きじゃないとか、BTS さんたちのファンではない人たちも、え ?BTS? っていうふうになるというか、っていうその、 みんなが注目する注目してしまうグループさんたちの動きっていうところの緩やかさが今のこの状況に結構お影響を与えているのかなっていうふうに思うんですよね <coughs> うんいや「追いきれない」がね結構あるんですよ本当にびっくりしますね ああ韓国ドラマも入ってるからもう時間の咲き方がやばいっていうのは確かに本当にその通り本当にそうだと思いますもう2組見るのがやっとうん<ー>ライズがすごいですね、はい、音源あライズちゃんたちもねそうなんだよねすごいよねうんあとそうねそうね <laughs> アイリッドアイリッ アイリッドだっけ読み方ちょっとすぐ出てこない。台風の目になるし、女子第5世代も忙しすぎる。そうだ、ベビモンさんたちもですもんね。うん。第5世代かってなるんですよ。ってなるんですよね。ってなると、やっぱり第3世代、第4世代の方たち、第三三3.5、4世代の方たちの、 注目度みたいなものっていうのは常にやっぱり言うて新鮮度みたいなものと圧倒的な大御所というかトレンドメーカーみたいな方たちがまあ大体その座にえ1チームずつぐらいなのかなっていう気がするんですよね。ちょっっっとと前だだたたら例えばビッグバンさん達だったりとか まあ、BTS さんたち、EXO さんたちっていうビッグネームですね。うんで今、ビッグネームの活動が緩やかじゃないですか、BTS さんたちの。BTS さんたちの兵器が全全皆様分終わった後にどういうムーブメントになるのかが、本当に多分、業界全体が注目している部分。これは 多分誰も分かんないいと思いますどうなるのかっていうのは本当に分からないと思ってて本当に分からないけど従来のそういうまあトレンドの流れみたいなこの波みたいなものを何としてでも維持するぞっていうのが今まさにハイブさんビッグヒットさんが取り行っている施策になるのでいやでもそこに至るまでのやっぱ。 資本の力だったりとかは絶対あるよなってすごく思うので同じことをじゃあ他の事務所さんができるかって言われるとちょっとそれもわからないよねっていうでもそのぐらいトレンドを維持するっていうことがいかに難しいのかっていうのを最近すんごく感じてますうんなんか曲の内容がとかじゃなくてシンプルにもうその上に居続けるというか人気であり続ける人気っていうのも 話題性を持ち続けることが難しいんですよね、本当に。ちょっとだから、頭打ちなところは正直あると思っていて、ここから BTS さんたちのムーブメントと同じぐらいの勢いを。 を起こすグループさんもちろん絶対出てくるとは思うんですけれども次どういう要素を兼ね備えて出てくるのかっていうのは一つ注目かなっていうふうに思いますちらほらあのお話ししてるのはやっぱりビッグバンさんの時とまあ、エクソさんの時と BTS さんの時と ちょっと違うじゃないですかで BTS さんたちのところのこの流れっていうのは今までの流れとはやっぱりこうテクノロジーっていうところあとは SNS っていうものがセットになってこうグッて伸びたっていうのがあるのでやっぱり何かしらの世の中のトレンドの変わり目だったりとかその生活ライフラインの変化っていうところと、まあ、どういうふうに絡んでくるのかでそれがやっぱりこうデバイスですよね。エンンターテイメントを キャッチするこの端末にどういう変化が起こってでそこのタイミングでホットなチームの方たちっていうそのもう運ですねこの辺りはね運がどういうふうに作用してくるのかで変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うのでいやーちょっとお風呂。<laughs> 42度を目指しますので本当に大変だなというふうに感じてます難しいなあっていうふうに思うので <laughs> うん新たさん的な次のトレンド <laughs> これは結構難しくてですねうーん どんなにいい音楽、いいダンス、いいビジュアルがあっても、トレンドになるかと言われたらわからないんですよね。それはもう、もうそれは間違いないと思います。逆に。あの何がトレンドになるかではなく、トレンドになる要素というものは明確ではない。で、どんなにその要素、うん あらゆるもも、のを集めたとしても何でしょうねこう運以外の部分準備できるものを全部準備したとしても売れるかどうかは分からないっていうのは本当にあるなと思っているところでございますもちろん事務所さんのサイズ感大きさサイズ感というか会社の大きさというか資金源っていうのはまあマーケティングをしていく上であとは試作をしていく上でえ優秀なクリエイティブ質の高いクリエイティブをしていくっていう上では 大前提のラインになるので,でまあ XG さんたち見てると新しいグループさんで新しい、まあ、その事務所さんというか新しいネームバリューをもネームバリューを作ろうとしている事務所さんからするともっと難しいですよねっていうのはすごく感じます ABEX さんが後ろにいるので XG さんたちは あの活動ができてるっていうのは本当にあるのでこれがだから本当に中小の事務所さんだったらまず,むず難しいですね。より顕著にそのあたりがこう出てきてしまっている部分でもあるのかなというふうに思うので資本主義がこれつ今新しい資本主義っていうね言葉とかも出てきているところではありますけれどもまあ <laughs> 地球上の資源にはまあ限界があるよねとか、まあ、資本主義自体も限界があるよねっていう。 エンターテインメントではなくもう社会全体世界全体の構造としてこの今の世の中の仕組みってそろそろ限界来てるんじゃないっていう見方があるじゃないですかだからそこでどういうふうに世の中が変わっていくのかっていうところが大きく関わってくる気が個人的にはしていまして でエンターテインメントの変化っていうよりかはもう経済の変化とか世の中の仕組みの変化が先かなってちょっと思ってるんですよね。この今のなんで資本主義の形がある、まあ、さっきのそのデバイスの変化っていうところのお話もしましたけれども。 うーんやっぱり言うて今の資本主義の形にのっとってビジネスをしている会社さんが展開しているエンターテインメントなので限界が来るんですよねやっぱりねそこに。ってなってくると経済どうなるっていうところのお話でいくとまあもうその成長率がそもそも大企業さんたちもそろそろ頭打ちになってきてないっていうで新しい企業さんベンチャー企業さんが また新しい技術だったりとかを開発して、まあ投資を受けて大きく成長するっていうのはありますけれども、成長ある程度した企業さんたちがそのまんまずっと成長し続けてるかっていうと、これがもう今怪しいところじゃないですか。で、現にアマゾンさんの今の株価とかって、ちょっと今落ちてるんだっけ緩やかになってるんだっけっていうところだったりとか、もちろんその利益率の部分だったりとか、まあその優秀な 何でしょう報告ができてる会社さんアップルさんとかね結構何でしょう優秀って言われてはいますけれどもただでもどこまでね今後伸びていくのかっていうところもわからないんですし例えばまあトヨタさん自動車だったらトヨタさんとかは電気自動車で思いっきり移行するのかできるのかっていうところでトヨタの時代が終わるのではないかというここもうあと数年でで2030年でしたっけ ヨーロッパの方ではディーゼル車ガソリン車が全部なくなって電気自動車になるっていう話でしたっけとかそういうふうにまあ環境保全だったりとかまあその持続可能なエネルギーみたいなねお話とかいろいろありますけど僕全然詳しい人じゃないんであくまでもなんかこう入手した情報というかニュースのお話にはなりますけどもそういう世の中のニュースと変化していく部分ではやっぱりあるのかなというふうに。 見ていて感じるる部分ででもあるのでだからガソリン車がなくなって世の中が電気自動車になりましたっていうタイミングとエンターテインメントが変わるタイミングっていうのは全然普通にありえるのかなとちょっと思ったりもしてるんですよね。ってなると例えば2030年とかあとは2025年とかまあ経済がうーん。 ね、ずっと成長してくれればいいなというふうには思いますけどもどこかで今のその経済の流れっていうものがガクッと落ちるタイミングが来るのではないかっていうふうに言われてたりとかもしますよね。がそれが2025年なのではないかっていうお話だったりとかまあいろんなお話が今飛び交ってるわけじゃないですか。そろそろ時代が変わるんじゃないのっていう今までのこの資本主義のここまでこうやってきて伸ばしてきたこの時,時代が。 また大きくどこかでグッて変わるんじゃないかとでも確かに言われてみれば、えーま、日本にも江戸時代があって、えー、明治時代があって昔は侍がいたわけですよねっていう事実があるわけじゃないですか時代が大きく変わっていく節目だったりとかうねりが絶対にいつの時代にもあってそれが多分またそろそろ来るんじゃないかというお話なので、まあ、そういう時代の変化とと,ともにエンターテインメントは変わっていく。 エンターテインメントが変わっていって時代が変わるというよりかはあくまでもやっぱり時代世の中社会の変化がまず先に起こるでそこに対してエンターテインメントはじゃあどういうふうに順応していくのかっていうところで変わっていくのかなとなので今のこの k p o p しっかりエンターテインメント業界の一種の飽和状態みたいなものは経済と結びついてるんじゃないかなっていうふうにちょっと見ていて思うところですかね。 と思いました <laughs> なので、えっと、成長してるように見えるとか逆に人気が出てくるところっていうのはどちらかというとこれから発展していく地盤を持ってる国今ちょっとコメントでもありましたけどタイのエンタメっていうタイのエンターテインメントとか、まあ、東南アジアのエンターテインメントは えー、これからどんどん伸びてくるのではないかという今でもねすでにこう結構伸びてるっていう話は聞きますけれどもその辺りとはやっぱりこう経済成長っていう部分ですかねはかなりこう密接に関わってる部分でもあるのかなというふうには思うのでそういう国規模の経済成長これから伸ばしていくぞっていう国のエンターテインメントがその勢いに乗ってでその勢いっていうのは世界的に見ると た新しさにもつながるので「え何何タイでそういう新しいしかもなんかすごい面白いじゃん」っていうふうにみんなが興味を持つ「新しいもの」として捉えるっていうところは絶対にあるんじゃないかなと常に新しいものを作ってるもう業界の中で新しいものが出てくるっていうことよりも今まで新しいものが出てこなかった業界お国エリアからドンってそういう面白いグループさんが出てくるっていうのは可能性としては確かに。 あるかなといいううふうには思いましたか、ね、なるほどね。まあもちろん、まだ100%とかではないとは思いますけれども。あとは、今、例えばアパレルだったりとか工場が、えっ、ー、と、最初はもともとアメリカにあって工場が、で、その後日本に来て、で、韓国、中国に行って、で、インド、東南アジアに行って、で、最終的に次、あの、南アフリカ、 らしいです、ね、南アフ,リカアフリカ大陸に、えー、とそういういわゆる、えー、と工場と呼ばれるものですねが原産国と呼ばれるところがアフリカにこれから、えー、と移り変わっていくそうですてうかもうすでにちょっと移り変わり始めているらしいんですけれども日本も昔言うてそういう工業大国というかいろんなものを製造,製造していたメイドインジャパンだったじゃないですか。でやっぱり賃金が安い 工場を建てるそこの国の人たちを従業員として雇うっていうことはやっぱり、えー、あんまりまだ発展してないというか人件費が安い国で作っていくっていうでそこの工業がまあ,あ成長して、えー、経済も成長して人件費も上がっていくと工場は、えー、もっと安い工場を作れるところに移っていくわけですよね。っていうのがどん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 もともとはアメリカにあったその工場っていうものがどん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 こういうふうに。 移動していってっ日本に来て、えー、韓国や中国行ってインド行ったりとか、まあ、パキスタン行ったりとかベトナム行ったりとかっていうところにどんどんどんこうアパレルのお話だったかなってそれはアパレル系のお話業界の人から聞いたんですけどこれからはもうあのアフリカに、えー、行く流れが来てますよっていうことだったのでそれでいくと、まあ、アフリカの、まあ、エンターテインメントとか、まあ、経済っていうところにも、まあ、でも今もう結構。 あれですよね中国とかもアフリカの諸国アフリカ諸国大陸の諸国の方たちの,その外交っていうのを結構進めていてインフラを手伝ったりとかっていう風にされているっていうところなので、まあ、次は多分アフリカなんだろうなっていうのはちょっと見ていて感じますよね世の中的にはね。そこからさあどううなるっていう エンターテインメントがじゃあそこアフリカ発信のものになっていくのかっていう。で、そこでね、今ちょっとでお話もありましたけど、文化の部分ですよね。黒人の方のカルチャーだったりとか、その土地の風土の音楽っていうものっていうところがこうまた密接に関わってくるので、今度はまあ政治だったりとか、歴史的な背景っていうもの、あとは文化っていうものがどういうふうにこう関わってくるのかっていうのも、国がまたげばまたぐほど、国をまたげばまたぐほど複雑により、 なななっってていいいくく問題ににもなってくるのかなっていう,ふうに思いますし、まあ、形もどんどん変わっていくとは思いますけれども、はい、難しいですね <laughs> こういうお話はね <laughs> 別に答えがあるお話をしてるわけではなくて難しくなってきてましたよねっていうところのお話をしてるっていう感じですからね<ー>うんお水を飲みます。<ー>左右イコール水 メタバースの流れっていうのは今すごく来てますよね。で、もうそのメタバースに移行しようとしているっていう流れは、一つは地球の,その環境保全だったりとか、もう資源がないと、シンプルに。その洋服作る洋服、まあ着てますけども、洋服作る、紙を作るとか。 自分たちの例えばまあエ,ンエンターテイメント、まあ、例えば CD とかもそうですし音楽その CD を作るためにパッケージが必要でプラスチックが必要でとかその一個一個のなんで、ね、実物を作るってなるとそれの材料が必要ですよねでその材料っていうのはやっぱり地球上のおものを使ってそれをお採掘したりとかあ木を切ったりとか。 材料を地球から取ってそれをまあ物に変えていくで物に変えたものが最終的にはまあゴミになるとかでそれをまた焼却するとガスが出るとかっていうふうに循環的にはやっぱり良くないよねっていうふうになってるところに対して例えば洋服とかもうーんやっぱり作るっていうふうになってくるとまあ人権の部分とかも,もちろんそうですしあとはこういう繊維っていうところでもまあ環境に対して非常によくないよねと。 だったらもうバーチャルにしちゃえばいいんじゃないのっていうのが一つ観点としてあるそうです。メタバースっていうその領域に人間を投影する投影するというかそっちに意識を持っていくことによって現実世界ともう一個別の世界を作るる。でそこで例えば洋服をカスタマイズしてもう一人の自分がそのバーチャルの自分がいて。 でバーチャルな世界の友達たちと交流してそこの友達たちとこう遊んだりとか映画見たりとか、まあ、ゲームしたりとかもできるようになるとそのいわゆる社会のインフラで必要な我々の,その衣食住の中で少しそのデジタルにあの持っていけるものがあるんですよ、ねで。洋服買うとかっていう作業はもしこれいらなくなったら家でもうんかもういつも着てるやつもう着回すだけでいい。 ただおしゃれとかそういうファッションとかはあメタバースの世界でバーチャルの世界でできます。でそこで自分がどんどんおしゃれをしたりとかファッションをやったりとか物事を発信したりとかしていくっていうふうになるともともと地球のその資源を <laughs> 使っていた作業が全部移行されるので環境の保全になるよねっていう見方もあるそうです。なんでメタバースを作ってるのっていうともうこれ以上地球の資源を 使わないためににデータとししてもうそっちに移行しようとこっちだったら別に地球の資源使わなくても大丈夫じゃんっていうのが一つ目的としてあるのではないかというふうに言われているそうでございますね。<laughs> アバター、あーね。そう、ただね、メタバースはこの電力の問題があるっていうね。それをじゃあ管理する その電力あとはその電力がかかると熱が生まれてくるのでじゃあそれを冷やすためにどうしたらいいのとかっていうところですよね。今そのインターネットがどん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 ,どん普及してでそういうサーバーだったりとかすごくやっぱり熱を帯びるものがあるっていうところでそれをじゃあ今度冷やすために電力が必要になるもっともっと電気が必要になるんじゃないかっていうどうすればいいのっていうね。<laughs> 分からないです僕はもうちょっと わからないですわ <laughs> からないけど気にするというかそういうものにもまあ目を向けて今どうなってるのかなっていうのを注目するのは大切なことなのかなっていうふうに思いますけどね。と思いましたけれど難しいですねみんなで考えようとは言いつつもね。でお金に関してもね今そのもうなんだっけえっと もういろんなことをしゃべりすぎて何を言おうと思ったかちょっとえっとあれですよ <laughs> あれですよになっちゃってきてるこういう時にパッて考えてちゃんと思い引っ張れたら記憶をねあれできるっていうあーベーシックインカムだそうだそうだもう働かなくていいというかお金はもう皆さんある程度決まったお金を払うよもう働かなくていいよっていうそういう仕組みを作ろうとする 考え方もあっったりとかって言いますよねベーシックインカムは最近最近って言っても,もうここ、まあ、早い人はだいぶ前から言ってましたけども実現させていこうとしているのではないかっていうお話だったりとか、まあ、そういうお金の情報個人の資産っていうものをもう国と紐付けた方がいいんじゃないかとかっていうお話も出て,出てきたりとかしてますけどもねだからもうみんながそのやっぱり好き勝手っていうわけじゃないですけども自分たちのその利益とか あそのまあ満たしたい、えー、いい食事まあそうねいろんないいものを着たいおいしいものを食べたいとか、えー、車をどんどん走らせたいっていうみんなのそのやりたいいろんなことしたいっていう要望を全部やっぱり続けていくと、まあ、最終的には地球って住めなくなっちゃうよねみたいなあ地球規模のお話を 話だったりとか、まあ、視点で見てる方が多いというかそういう視点を持つ人たちが、まあ、企業のトップにいたりとかそういう人たちが世の中を変えていこうとしている新しい動きっていうものが、まあ、僕らの目,目の前ですそれが今行われているかっていうとそういうわけではないというかあんまり、えーまあ、認知できるものではないかもしれないですけどもそういう動きはまあ実際にあるっていうお話ですよね。そうなのよ ダンスとかケイポのチャンネルじゃない話題でも全部繋がってるって、そうなのよ。なんかね、結局繋がってくんですよね。そうなんですよ。エンターテインメントだからって、なんかこうサクッとね、こう分断して分けられる話かなと、僕も思うんだけども、<laughs> 思うんだけども、思ってたらね、それだけじゃあかんと。でもやはりこう、次の世代に、 残していいくもものでであるじゃないですかエンターテインメントってでまさに今第4世代の方たちがいて次第5世代の方たちが出てくるっていう風に未来のアーティストの方たちがこう出てきて活動していくやっぱりその場は、まあ、地球じゃなくてねこれから宇宙でもなんかライブするとかっていうこともあるかもしれないですけども未来の世代にやっぱりこう何を残せるかっていうところをしっかりとこう考えていくっていうのが。 まさにこう今を生きる我々の一番のこう責務なのではないかなという <laughs> すごいなんか語り始めたぞこいつ <laughs> まあ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 そんなにあのすごく重くね使命を持ってとかっていうわけじゃないんですけども。 よく、ね、な何のために生きるかみたいなのとかもよくこう出てくるじゃないですか YouTube とかでも哲学っぽいのとか出てきてわすごい難しいなと人それぞれいろいろあるよなと思いつつもまあでも大事なのって次の世代の子たち次生まれてくる子たちに何かこう何を残せるかじゃないかしらというふうにやっぱちょっと感じる部分もあって周りでねこう子供が生まれたんだとか。 最近もねちょっと大学の同級生に久しぶりになんかカフェでばったり会って赤ちゃんいて「えー、かわいい」なんて言った時にこの子が将来ねまたダンス踊ったりとかねデビューしたりとかするんだろうなーなんていうふうに思った時にそういう子たちがこう元気に活動できる住みよいやっぱり地球であってほしいじゃないですか。って考えるとね今何ができるかっていうことについてしっかり考えるっていうのは大事かなっていうにそれはなんですよ自分の子供がとかじゃなくて。 別にそその自分の子供じゃなかったとしても、あのー、友達の子供でもみんなそうですけども、うん、次の若い子たちがうーん,なんか伸び伸びとね生活できる楽しくいける世界がいいよねって思うのよねうーんって思いました <laughs> たまたまこれは本当最近、あのー、大学の女の子なんですけども大学の時のサークルの友達で。 コタキちゃんっていうんだけどコタキちゃんベビーカーに赤ちゃんいておしゃれなカフェで「えあなた」みたいな「えー、久しぶり」みたいな「何してんのすっかりママになって」みたいな雰囲気全然違う,もう結構なギャルだったんですよその子なんだけどもう綺麗ななんかなんなんか赤ちゃんをこうあやす綺麗な女性がいらっしゃると思ったらコタキちゃんでびっくりしたわよ本当とにママ友と一緒にねカフェに来てるっていういいですよねママ友と一緒にカフェに来たみたいな で同級生なんだってそのお二人でママ友さんは、えー、とママ友で友達になったから別に大学の友達とかじゃないんですってでも僕のことを知っててくれて「えっ、ー?」みたいな動画で見てます新たさんみたいなっていう話もちょっとあったりとかしててそうなんですよだから視聴者さんだったんですよまさかお友達がえー、なんでここにいるんですかみたいな話もなったんですけどえー、嬉しいみたいになってでその同級生の方動画を見てく,れくださっている視聴者さん の赤ちゃんもいらっしゃって、小竹ちゃん、の同級生、同じ同い年の子だったのも確か。で、その子にもこうやって開発して、一緒に写真撮って。この子たちが将来デビューする未来を、やっぱり作っていきたいよねっていう。エンターテインメントでね、やっぱりこう、楽しいじゃないですか。やっぱりいろんなグループさん見てて、いろんなアーティストの方たちのダンスも見てて、感動をこれだけもらってるっていう。 この素晴らしい世界はやっぱりちゃんとね、代々残していきたいよねというか、だからダンス解説ってもっとちゃんとね、大事なカルチャーだな、大事なカルチャーにしていかなければなというふうにも、ちょっと思った次第でもございますし、というね、ちょっと真面目なお話。いいよね。そういうのいいよね。っていう。 はい、ということで、えー、感動的なお話をしたというところで、えー、そろそろね、えー、お時間が来たというところで、お風呂沸かしたあお風呂が沸いたら終わりにし、はーい、沸きましたということでありがとうございます。お風呂が沸きました。パラ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 パン。沸きました。 はい、ということで、以上でございます。以上でございますが、この辺りで配信は終わりにしたいというふうに思っているところでございますので、今日も長く遅くまでありがとうございました。あしたからの動画は何が出るかないろいろ出ますね。日プ関係のダンスの話とかもいろいろ出てきたりもしますので、お楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。最後、ちょっとコメント欄を見た終わりにしましょうかね。遅くまでありがとうございました。ということで。えー うんうん、そうですすね高評価ボタンをお願いします日部投票ししてきましたお疲れ様です投票もバチバチにして高評価ボタンもバチバチに押していただけたらと思いますのでよろしくお願いしますそれでは良い週末を過ごしたので明日からまた素敵な月曜日を過ごしていきましょう頑張りましょうお仕事を皆様 私も頑張ります。お疲れ様でございました。